本日12日、第80期名人戦、順位戦が開幕した。まずは B 級2組1回戦が一斉に行われている。そして13日、藤井聡太2巻18の所属する B 級1組が開幕する。藤井聡太2巻の相手は三浦博之球団47。前期は、 A 級に所属し、2月に行われた第14回朝日敗将棋オープン戦では、決勝を戦った相手だ。初戦から、いきなりの強敵だが、B 級一組は、タイトル経験者や勢いのある若手、そして、実力のある中堅など強敵ばかりで楽な相手はいない。藤井聡太二冠の B 級一組の、 全12戦について解説していく。タイトル &A 級経験者1.2回戦は前期 A 級に所属した二人との対戦となる。高級の浮き目にあった二人ではあるが、三浦九段は前述の通り2月の朝日杯将棋オープン戦で決勝に進出しているし、稲葉明八段32と3月の 第70回 NHK 杯将棋トーナメントでの優勝が記憶に新しい。3から5回戦はタイトル経験者との対戦が続く。4回戦で対戦する久保利明球団45-2は対戦成績で2勝3敗と負け越している。5回戦で対戦する木村一喜球団47とは 作家の王位戦七番勝負の再戦だ。直近の対戦では敗戦を喫している。木村球団は前期星一つの差で永久昇級を逃しており、今期にかける思いは強いだろう。第62期おからよさ敗王位戦七番勝負と第92期ヒューリック杯規制戦五番勝負が6から8月に行われる。 そのため、藤井聡太二冠は四回戦までかなりタイトなスケジュールで臨むことになる。試練とも言える序盤戦だ。B 級一組の昇級ラインは大体9勝3敗となる。藤井聡太二冠は昇級直後で前期成績に基づく順位が低いため、昇級を確実にするなら10勝2敗が求められる。 もし5回戦までに2敗をキスすると永久昇級へ安運漂いそうだ。終盤戦今期はオリンピックの開催予定期間は順位戦の対局が組まれていない。そのため4回戦と5回戦が2ヶ月空く変則スケジュールとなっている。5回戦以降は2つのタイトル戦が終了した後なので、多期戦の結果次第ではあるが、 そこまで過密日程にはならないであろう。6から9回戦はあと、哲外が3局あり。そこをどう戦うかが鍵になる。特に注目は9回戦の近藤聖也7段、24、戦だ。藤井聡太2巻が順位戦で、唯一の黒星を喫した相手が近藤7段である。後手番でもあり。 厳しい戦いが予想される。B 級一組は13名が所属しており、奇数のため一人一回抜け番が生じる。藤井聡太二冠は10回戦が抜け番となるため、年内のジュニ戦は9回戦の近藤七段戦で終了だ。年内を2敗以内で終えられれば、昇級に向けて視界良好と言えよう。 ただ、強敵揃いの中で7勝2敗の成績を取るのは、並大抵のことではない。なお、B 級1組では4勝、8敗だと高級の、可能性が、高い。もし年内に5敗以上を期していると、年明けは、残留をかけた戦いが待つ。あの、渡辺明名人、37、も、 B 級一組に初めて臨んだ時は年内を4勝5敗で終えて残留争いに加わった最終的には7勝5敗このリーグの厳しさを改めて感じさせられる安倍までの解説年明け参戦では20代での A 級昇級を目指す千田翔太七段27と佐々木勇希七段26 との対戦に注目が集まりそうだ。共に、藤井聡太二冠への大行進は強く。もし昇級をかけた戦いとなれば、全力で阻止しに来ることは、想像に難くない。藤井聡太二冠は、現在、順位戦で21連勝中だ。順位戦連勝記録である、森内俊之九段、50。 の26連勝まであと5勝としている。順位戦での連勝がどこまで伸びるか。森内球団の記録を更新できるか。その点にも注目が集まる。藤井聡太2巻の全12戦をご紹介した。順位戦が1年を通じた長い戦いであることを感じ取っていただけただろうか。B 級1組は、 日付が変わってから決着する対局が多く。そういった点でも長い戦いになる。皆さんも腰を据えて、一局、一年を追いかけていただきたい。そして13日に迎える初戦の三浦九段戦は各メディアで中継される。筆者は、安倍マ将棋チャンネルで解説を担当する。 第80期順位戦 B 級一組、藤井聡太対位、規制隊、三浦博之九段今回の解説では、藤井聡太二冠の師匠である、杉本正隆八段、52が登場する。どんな話が聞けるのか。筆者も楽しみだ。12時間を超える対局となるであろう。お時間のある際にご覧いただきたい。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。